よう、ザックス。こんにちは、ブルーホース。終わっちゃったな。ということでやっていきましょうか。FF7 CC ユニオン。いやー、それが前回はね、いろんな社内ミッションにお付き合いいただきありがとうございました。ということで今回はまあミッションをね、しっかりとミッションというか、メインストーリーをしっかりと進めていこうかなと思います。セフィロスは B 体で、ま、お楽しみください。まあ、英雄はメディが作るってことですよ。まあそうだよね。英雄とかカリスマとかって結局自分が言うんじゃなくてね。なんかこう、いろんなね、メールがいつの間にかいっぱい来てるみたいな。社長の終戦宣言。ウータイとの戦争が終結したことを宣言する。犠牲最小限に抑え平和的く。我が社はソルジャークロス貢献量。この終戦を全地域に魔法供給を一緒に行う。我が社は勝手にしてくれないプレゼント死んだ。はい。で、終戦によって、ソルジャーの皆さん、日々の任務、ご苦労様、長引いた戦争が、これもサーフルスをはじめとソルジャーの皆さんの活躍のおかげで、しかし、信頼をめぐる状況は緊迫が続いています。稼ぎ上げたらキリがありません。歪みです。歪んでかない。ちょっと待って、なんかね、おすすめ情報ってなんか来たんだよな。オーディンマテリアを入手しよう。オーディン。8-1-6。斬鉄剣。斬鉄剣手に入れてるじゃないですか。ほい。で、バハムートもおすすめってことですね。8-1-4。メガフレア。ダークメガフレア。はい、OK です。じゃあ、裏でクリアしておきます。で、なんか喋りかけたな、あのか。あ、はい。そうです。いつでも僕は元気です。元気だけが、アトリエです。それで登っていきます。で、いいのかな？実は降りましたから、誰か。おぉ、携帯を、じゃあ、パッと見てるか。きたー、セフィンロス。おめでとう。君は本日付で、ソルジャークラスファーストに昇格だ。あれあんまり嬉しくない。あ、全然、あれ、お前すれば、背中にあった剣どこやった？いろいろなことが。武器って変えれるのかな？いや、そんなことはないよね。ザックス。早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。一緒に行くんじゃないか。悪かった。いいけど。初対面の内容だ。2回目だっけ？その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。じゃあ安っぽいってか。安っぽいとダメなんすか。どういう服になんねやろ。そうこれで今までのステータスが全部3倍になりますと。え？俺がさ、ファッションに疎すぎてなんだけど、変わった？そういうこと？バトル終了時に戦闘評価、結果によって、ノーダメージで敵を殲滅。すべての攻撃をガードして、リミット技でとどめを刺す、召喚でとどめを刺す、魔法で勝負、アブレティでとどめを刺す。なんかまたいろいろとややこしくなってる。おうおうおお。君がザックスか。はい、そうです。そうだけど。私がザックスです。クラスファーストには変なザックスだから変なザックス使用権限。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっている。おうおう、早速そういうことね。この2つのマテリアを合成してみるといい。はいはいはい。マテリア合成がどんなものかわかるだろう。了解です。ファイヤー。何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。はい、了解です。合成できるようになりましたので、早速やってみようか。チュートリアルメール。ファイヤー、サンダーでブリザラ。で、ファイヤープラス3。ほっほ。とりあえずマテリア合成で、これで、ファイヤーと、この色がついてるやつ。あ、でいいの？そしたら、合成されるマテリアがサンダーになります。サンダー。これ同じ同士とかだったらどうなんだろう。サンダーと、サンダーで、あ、SP が使われるんだ。へぇ。あ、しかも魔力がアップする。そういうことか。ってことは、こうなると、例えばですよ。例えばです。サンダーと、アークサンダーで、魔力が4になるか。へぇー。まあ、これもまあ、裏でやっていきましょうか。ちょっと、チュートリアルメールって言うけど。マテリアは SP に。あー、そういうことね。めっちゃ所持する気満々ですやん。
で、こうなった、あ、ちょっと待って、めっちゃメールが手に入ってる。人事発生で01、あー、は？死んでる！お亡くなりになってる！あーはー、アンジール・ジェネシス死亡。おいおい、それで何？ま、あ、もう大丈夫です。拳を握るだけで合図を送る系男子。マテリア合成組み合わせとその結果など全てを解明できたわけではない。だから君もいろいろ試してほしい。はいはい、了解です。いいよ、一報告1万ギルでいい。殉職って学長いなくなった。マテリア合成もバッチリだぜ。枠を埋めるために無理やりザックスをなんかクラスファーストに上げてあげましたみたいな、なんかお情けっぽい感じがするな。気のせいだね。そうじゃないですよね。違うね、違うね。マテリアのおすすめ、違う違う、マテリアのおすすめはファイヤーとブレザーサンダラで、パワーアタック、クエイク、マスターレベル。あ、やっぱじゃあレベル上げといた方がいいってことなんだな。じゃあでもしばらくでもな、あ、でもマスターになってるもんね。そっか、これ他のもやっぱり、あ、でも待って、魔力3とかすげえのがある。じゃあそうか、なるほど。でメルを押しながら R を押したりとか、そういうことか。なるほど。じゃあ、あった、こいつ。で、ファイヤーが被るから、ファイヤーじゃない、じゃあパワーアタック。うわぁ、こんな操作できたら、おじさん難しいぜ。かつてこれが発売された頃って、確か中学生とかそのくらいだったからさ、中学生がなんかいると、まためっちゃメール来る。こんな情報じゃ誰も騙せないよね。今日は、ジュース好きだったら古典劇がなんて今更だと思ったけどよかったぞ。原作男が死ぬ舞台だと男を助けた女主のラブストーリーなのかな。最後の男はもちろんここに帰って安くなかなくて待ってるくれている人がいるから、いや、人がいることを俺は知ってるからってところで号泣した。暇だなぁ、こいつも。で、ソルジャーシリーズに戻ってったらいいかな。戻ります。お邪魔します。ただいまです。これ何、あのなんかバングルかなんかしたから。ジェネシスと配下たち、そしてアンジールの抹殺を決定した。フランマン、それを俺が、いや、シンラ軍が投入される。なるほど。じゃあ俺は信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとなる。そりゃ鈍るさ、そりゃ鈍るヘイムさ。だから俺も出る。お、抹殺に。ニコ。わ、なんだ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 。侵入者。どこに。ここ。セフィロスは社長室。ザックスはエントランス。任せろ。もうパニ。承知しましたでしょ。目上の人に承知。わあ。誰が侵入してきたんだろう。おしゃべりしよう。ザックス。シンラエレクティックパワージェネレーション、新たに追加されたミッションがあります。ジャイントレススイッチ、ここだっていうのは、そのフロアじゃなくて会社全体のこと言ってるってことなんですかね。どうにかに誰か侵入してんのか。物語は急展開。あれかな、またあの風体が来るのかな。ソルジャーか、助かった。はい、早くあれを何とかしてくれ。あれ何、美少女戦士ピーちゃん。うわ、なんだこれ。さっき見たでしょ、あなた。あら、 HP そんなに高くない。よいしょ、おりゃおりゃおりゃ、まとめておしまい。でもなんか攻撃の石がなかったぞ。ノーダメージ。助かったよ。ああ、だから1万ギル。今のなんだ、見たことないのか。あれは侵入者撃退用メカだ。うちのじゃない。それがなんで社員を襲ってるんだ。あら、マシーンが突然の暴走らしい。他の場所にもいるから。エントランスへ行けって言われてるんだけどな。これは後でラザードに怒られる系女子ですね。まあいいでしょう。
ちょっとくらいの寄り道は。やばい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 。今まさに姫ことが起ころうとしている。俺も参加する。もちろん助ける側に。わあ、なんでおめえらこんなところにいるんだよ。6体。お、でもまた1回で今助けるから。すごい状況だな。下がってろ。で逃げれるんかい。進まない。ああ、貯金。あ、待って、6体まとめてる。なかなかきついな。ふいふいふい、よいしょ。ついノーダメージで、ああノーダメージと思ったけど無理でした。普通に倒す系男子。これ物理攻撃だけでやっちゃったっていうなんか評価とかも高まったりしないんですかね。そういうサービスがついてもいいと思うんですけど。チャ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 、何も起こらない。ソルジャーじゃないよな。こんなとこで何してんの。絶対社内恋愛です。今からことをしようと思ってました。今日はトレーニングルームは科学部門が貸し切りで、今はちょうどメンテナンスを。メンテナンスね。わかった、認める。ただのサボりだ。ただのイチャイチャじゃねえかよ。言わないでくれ、頼むよ。行っちゃうかもしれない。あ、そんな立場が。あ、ここで2人分かれる。昇進が、まあ、サボる人間もともと人望ねえと思うけど、どう思う。まあでもな、外連れ的がいい人間なんかでも世の中困ってますからね。これは中にもう行かなくていいんですかね。で、ここで戦ったりはしない。で、多分、あー、誰か倒れてる。ここは今行けない。え？おい、大丈夫？死んでる。え？あ、生きてんの？なんだ？じゃあ大丈夫か。アクティベイティングコンバット。アクティベイティングコンバット。ムーブ、ガウテイ。スイッ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 。ノーダメージ、HP プラス20。あ、終わった後に回復してくれるとかって落ちるのか。だからマックスだから意味がないってことなのか。お前もサボってたら、あのメカにやられ、な、情けないよね。ソルジャーなのに半なのにやられちゃうなんて。ソルジャーだって調子の悪い時。めちゃくちゃいいやつ、ザックス。朝から絶好調だったんだよ。僕、多分あれで、本当は戦いが苦手で、なんか気持ちが乗らなかったんですよ。鈍っちゃったんですよ。鈍る変になっちゃった。苦手なことは訓練でなんとかなる。まあでも得意、強みを伸ばしていけばいいですよ。でも、あ、ありがとう。テルワイス。でもね、苦手を埋めるよりもやっぱりね、強みをね。あ、ごめん、統括。それじゃあフロアだ。エントランス急いでくれ。大量に侵入されているらしい。大量に。わかった。すぐ行く。行きましょう。頼んだよ。めっちゃ優しいやつじゃん、統括。ねえ、美味しいやつは統括じゃん。変。くだらねえ。くだらねえ。いやいやいや、もう多分大丈夫。マテリアルーム云々とかない限りは大丈夫ですよね。マテリアルームだけ何も持ってなかった。あ、ブリーフィングルームは大丈夫だったかな。わー、なんか知らないやつが来てる。めちゃくちゃ大変なことになってる。本社を襲ってんだよ。あ、死んだ。ソルジャーってそんな中やばいやつなの。わー、ジェネシスの仕業かよ。ということですね。殉職がもう全部無駄になってる感じがする。いいだ、サンダー、おい、よいしょ、おい、クレス、あ、でスイーパー、あ、お掃除開始ってやつですね。ほい、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 いや、本当に役に立たねえな。くそ、ゾロゾロ現れやがって。すげえ、外から現れてくるんですね。普通なんか内部を守ってる感じがするんだけど、気のせいなのかな。ほいほいほい、あ、ていこの乱している間におしまいです。ほいあ、ててよし、全攻撃はガーフできたらと。そんなの見えてなく、グリティカルヒースイーパー、よいしょよいしょ。お前ごとき一匹 G アベンジャー、アベンジャー。あ、なんか追加されてる。俺たち、私たち追加されてる。 P1SP HSP スペースパイロパイ
顔パイパイやっていベロで殺す術のバージョン。あれどこ行った、どこ行った、違う違う、なんか飲んじゃった、間違えた間違えた、これで終わりだったらもうなんか虚しいだけなんだ。あーなんかいっぱい効くよ、いっぱい効く、ほいパワーアタック、違う違う、パワーアタック、鼻だ。おいトーン、お前 あの村を空爆して平気なのか。急に思い出が、俺全然納得いかねえ。我が社の不祥事の痕跡は全て消される。それを支えるのも我々タークスの仕事だ。ああまたそれかよ。あ、仕事を忠実にこなしてるだけということに許してやったらどうや。うわっちい、あちち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 ち、なんかもう無駄になんかいっぱい使っちゃってるよね。ふりふり、いや、あっけー、まだか、あ、まだいいのかよ。よいしょ、チェイ、オッケー、クリティカル出してください、終了でございます。くるっと、あ、てあ、違う、ビリ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 、ほい、ほい、ほい、クリティカル、よし、背中、パワーアッター、いっぱい使ってあげましょう、いっぱい使ってあげましょう。まだ無駄、MP15、AP20、これでミッションクリアか。ジェネシス、どうなってる、お顔をペロンチョしたら、実はこれがアンジールでした。お前今までどこにいたんだ。あ、出た、あの上半身をペロンとしたらもうたまらないわ。オランダの差し金だな。あれだ、パパだったっけ。コピー技術を盗んで失踪した。もうネタバレ万歳です。ジェネシスとそのホランダーってやつが手を組んでるってことか。はい、そうです。私が変な、二人の目的は何だろう。何でしょうね。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。あ、そういうこと。で、北条に敗れた。シンダに恨みを抱いていた。うん、おそらく復讐だろう。二人が手を組んだから。でもジェネシスはそんなことに協力してるのか。北条はだってあれだもんね、あれのあれだもんね。信じたくはないが。どれだよ。じゃ信じない、信じない、こうしよう。さあザックス、すげえいいやった。八番街でもジェネシスコピーが目撃された。行くぞ。何、じゃあ、この神羅というか、なんだっけ、この町忘れた、この町の名前忘れちまった。まあ神羅カンパニーだけじゃなくて町全体を襲いまくってるんですね。いやとんでもないことになってますね。これ大変だ。これもしかして、HP とか AP とか MP とか全部続き？マオパイパイとかアンナちゃんパイパイとか全部続き？ HP、 あ、終わった。お姉ちゃん大ピンチ、ここで出てきた。八番街はタークスの担当だぞと。おしわらけんしさ、大好き、一番好きな声優。それどころじゃないだろう。トン、なんとか言ってくれよ。あいつなら心配ない。かっこいいよな、ルードの声も。うわー、一撃で殺してる。他のエリアの様子は。いや、いいよね。あんなさ、ピッチリとスーツでさ、あのスタイルが出てる。ソルジャーたちも苦戦してる。スタイルしてるぞ。ルード。はい、よっと。頼む。了解。はい、よっと。でなんルードのなんかさ、こう真面目な感じが出てるのに、めちゃめちゃ耳にピアスがこう開けまくってるっていうのはね、このギャップというか。あ、ハワイ。あんたもタークス。ハワイ。これネクタイピンの位置が高すぎる気がする。ザックス、任務中ではないのか。旬で惚れたな。目的は同じだ。ここを手伝おうか。ありがたい提案だが。あら、心強い。じゃあ、ゾン、ザックス、後でね。かわいい。走り方がカッチカチだったけど。まあ、美しく。おおおお。ラッキースター。あれ、レノとルードはないのか。あ、感度が高まった。シスネの感度が高まったっていうの。じゃあ、こっち進んでったらいいですね。ちょっと待ってね。あ、続きになるのか。そうするとちょっともうめんどくさいから、雑な戦い方をするときついっていうことですよね。例えばエリックス、じゃあフェニックス、セント、いや、リフレイズって何。もう言葉がわかんない。あとで攻略サイトでも見よう。ちょっとなんか
ミッションとかもったいないことしてな、メインストーリー進めすぎてサブミッションができなくなっちゃいましたとかって、なんかいろんなゲームであるあるじゃないですか。そうならないので気をつけないとね。えい、任せてくんろ。逃げろ逃げろ逃げろ。2人とも完全に似た格好してたな。ビビ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 。あ、なんかいっぱい来てるいっぱい来てるって。ふいふい。はい、てててててて。セラカの傷を負いましょう。なるほど、背中弱いし、よし、オッケー。ソーサラーなんか攻撃力水泳50なんです。めちゃめちゃ強いやんじゃ。オッケー、ちゃ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 、助けたからなんか千ギルとか。ありがとうございました。あ、お母さんいいスタイルですね。この奥でかっこいいお姉さんに助けてもらったの。おめえ何回やられてんだよ。大きな武器の悪い人も来ちゃったの。その女性は私たちを逃がすために一人で向かっていく。お願いお兄さん、私の宝物あげるから、お願いします。ホムレットかな、アミュレット、そう、アミュレット、アミュレット、精神が30アップします。あ、星のペンダント。精神が20アップします。あー、こういうのってさ、アイテムさ、このショップで売るときにさ、どっちの方が価値が高いかみたいなのさ、こうやって見たときに、星のペンダントの方が、あ、でもアミュレットの方が低いんだね。あ、だからやっぱ魔力がアップするっていう方が価値が高いっていうことだ。そんなに価値ないのね、魔法石って。まあいいや、とりあえず待ってろ、ソルジャーファーストザックス参上。チャーキン、アクティベイティングコンバットモード、はい、はい、背中見せちゃダメです。ってたた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 い、よいしょと、甘い甘い甘々ですね、甘々ですね、はい、はい、へい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 、くるってばって、ふいふいふい、よいしょと、スーパージェット我慢開始。何度やられても私はあなたの背中を傷つけてみせます。ホトトギスです。ケリーだが体力がやばいことになっている。で、お前はどうなったからも助かったぜ。でよ、街で暴れてる仮面の奴らの、そいつらのリーダーっぽい奴がいたんだ。この通りの奥の方だ。下手に近づかない方がいい。それを殲滅するのが私の。それ、俺の。すごい爽やかな声だったな。人は見かけによらないってことですね。で、イヤリングは？あ、2個ある。魔力が5アップします。ちょっと待ってね。アイテムで2個くらい買いましょうか。あ、ちょっと、MP も買いましょうか。デルワイス。OK。じゃあ、奥の通りで。あー。たどり着いちゃった。で、何が出てくる？リーダーの、リーダーみたいなやつ。ん？戦ってる。かっこいい！いやー、いや、いい、ちょっと待って。ジェニス。使ってる武器が違いすぎる。いや、コピーなのか？わかんねえ、もう格好まで一緒になっちゃったのかな。ほい、ほい。ててポーション75だと熱実なんだそれと、あ、もう死んだな、死んだんじゃね、いる、はい、ポーションだって、はい、ポーションだって、はーい、テンションです、やばいやばい、はい、はい、甘い、お前に今攻撃をさせるなって思うなよ。こっちにはうちはサスケちゃんがいるんだからな、今のうちに。待て、でもさ、これ今街の中だよね。8番街終わったんじゃね？
いやーかっこいいなー。スキップできるけどスキップしたくないっていう。うわー、ええ倒せない。違うけど、おお、ちょ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 あれなんか今何してんの？バリアー入手。すげえ。頭の上にあの葉っぱじゃねえや。羽がふわ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 。まだ起き上がるんかーい。とどめさせ沈め。沈めをとどめさせ。あ、逃げてこっち。飛べるのそれで。バランスとは。羽切れ羽。ああ遠慮がねえ。コピーって分かってるからか。本物だったらどうする？まあなわけないわな。大丈夫？本物じゃないよ。偽物。あ、怖い。子供の頃ね、翼が急に思い出話。天使みたいな翼。天使みたいな翼。人間に翼があったら、それはモンスターだ。翼は自由になりたい人たちの憧れ。決してモンスターの証じゃない。無限なんだよ、ね、結局クラスファーストで本当に選択するか、エアリスを選択するか、ユフィを選択するか、仕事だからね。これさっき助けてくれたお礼よ。おぱい、なんだ、新たなショップが追加された。次の仕事に行くわ。あ、もうそんなことしてるってのどうさ、マットジャケット脱いでさ、これよって言って2つのマテリアをこう私に差し出してくれたらそれでいいんだけど。走り方よ。え、セフィロスか。8番街が片付いたら5番マコーロへ来い。何か分かったのか。了解です。アンジールの目撃情報だ。おい、見つけて抹殺か。軍が本格的に動くまでわずかな時間が。結構髪ボッサボサやん。サラサラな印象があった。それまでに俺たちで奴らを見つけ出し、どうするんだよ。え、お耳にキーンってするタイプのやつ。抹殺に失敗するのさ。お、マジ。ああ、マジだ。最高かもしんない。それで終わりなんだ。マジだって、なんかセフィロスがマジだって言うだけでもうなんかもう貴重な感じがするよね。さて、あーもううわー、なんかもうめちゃめちゃおる。マコーリアクター5。ちょ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 セフィロスと合流する。ちょっと待ってね。あ、HP たちは一応回復してて、ショップが調査。おー、なるほど。ホワイトケープ。沈黙状態を防ぐ 20%、8巻き。あ、いざ、ナイトブラジャー。ケアル。かける12って何？プレス。10。そういうこと。いや、結構適当に買っちゃった。調査支援は、特にないんですね。よし、じゃあ行きます。え？何かを始めようとしたときに急にシーンになるから、ドキッとするから、やっちまったかなと思うんだよね。さて、何が起こる？わー、なんか中小なドラゴン、なんか、あの、リザルボスが降りてきたですね。アクティベイティングコンバットモード。ふいふい。サボハンキンポー、サボハンキンポー、ティー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 、あらあらあら。背中を見せたら私のガーチだと思ったら、お前はやるな、攻撃力が高えな。なんだ？敵の中に、状態異常になってしまうのも、あ、なるほど。だからそんなこと。あ、異常、状態異常になっちゃいました。ちょっと待って。オッケー。おっしゃーじゃねえんだよな。めちゃめちゃゴリゴリに攻撃を食らっちまったんで、ちょっと羽生えてる天使の翼授ける？アンジール？
アンジールの顔がついてる。アンジールお亡くなりのお知らせ。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。あれ、セフィロスと合流するというミッション秒で叶っちゃった。ごちそうさまです。絶対シャンプーしきれてないよね、リンスも。体きれいにしないと。トレーニングルームに、はい、セカンドたちの留守に忍び込んでは。これあのシーンかな。ちょっと俺黙る。ジェネシス、アンジール、俺本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の港に、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちが。お茶の剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕、いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。
約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。いやー、いいシーンですね。アンジールの感度が高まったよ。とうとうおへそクリクリでも気持ちよくなっちゃうんじゃないですか。どこにいるんだ。はい、ということでいい感じの時間になってまいりましたので、一旦、こちらでコンパートは終了とさせていただきましょうかね。これ降りるってことだよね。美人お宝。ああ、ユピーちゃんのことか。はい、じゃあメールいろいろ見てか。募集なんだなんだなんだ。私は一緒にお宝をハントする仲間を探している。あなた、あなた、私の仲間を一緒に抜けるならテストを受けてくれ。とあるぞ。え？ちょっ待って、迷惑メールに入れちゃった。ちょ、読み切ってね。それじゃ、検討より4人も珍しいお宝では悪い話じゃないでしょ？で、おすすめ情報、チョコボとかって出てきたけど、チョコボって何なんだって話だよ。ショップのアドレスを入手しよう。あー、そういうこと。ミッションをクリアしていくとってことですね。で、モーグリ。謎のメール、あ、またミッションどんどんクリアしていかないといけないってことですね。ケットシーのメガホン。え、操作100勇気100倍 ?100% 勇気。謎のメール、その1。コボキック。どんなキック？レッツマテリア。はぁ、こんなんなんか使えるようになるまで、なんかものすごい先な感じがしてきたけどね。はい、ということで、こちらで終了とさせていただきたいと思います。では次回またお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。バイバイ。